キンプリ5人体制で最後のエムステ出演、ブルエルヒラの仕様の手にファン号級。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、キングプリンスが19日に放送された、ミュージックステーション、2時間スペシャル、テレビ朝日系に生出演。5人体制での生出演が最後となる中、ツイッターで、 キングプリンス、シンデレラガールがトレンド入りし、SNS に大きな反響が寄せられた。この日のキンプリは、25回目の M ステ出演となり、2018年リリースのデビュー曲、シンデレラガールと4月19日リリースのベストアルバム、ミスター・ゴーに収録された、ビューティフルフラワーの2曲を歌った。VTR では、ジャニーズの仲間との交流を振り返るトーク名場面集なども放送された。 番組中盤では、フルバージョンがシンデレラガールを熱唱。その姿に SNS が、シンデレラガールのフルはいい、本当にいい曲だ、フルバー。は最高ですし、叶った。これも永久保存だー、などと湧き、涙出てきた。本当やばい、類線崩壊を本当にシンデレラガール聴くと、見ると泣けてくると書き込むファンも相次いだ。ビューティフルフラワーは番組の最後で歌われ、平野志陽が、心を込めて、 そして5年間、僕たちのことを支えてくださったスタッフの皆さん、そして5年間、僕たちのことを、ミュージックステーションで見てくださったカメラの奥の皆さんに感謝を込めて、聞いてくださいなどと語った。ファンは号泣で、涙止まらない,金ぷりちゃんい、キンプリチャンダ号泣ダ号泣ダ号,号泣などの書き込みが殺到。また、歌唱する平野の手が震えていることにも注目が集まり、平野くんの手が震えているところで泣いてしまった。 歌い出しから紫輝くんの手が震えてて、こんな姿初めて見るから涙止まらんかった。手が震えてる部屋で、外野の私が泣いてる。気丈に振り舞ってるのに手が震えてるの。これで泣かない理由あると涙を流す視聴者も相次いだ。平野志陽さんプロフィール。1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。